それではゲストの方、こちらの方々です。どうもどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。大塚さんと申します。お願いします。大塚さんです。お願いします。はい、というわけで初めましてですよね。はい、初めまして。完全に初めましてです。はい、よろしくお願いします。これなんでトンツカタンって言うんですか、グループ名。トリオ名ですか。はい、トリオ名は彼、はい、桜田って言うんですけど、はいはい、彼のお兄さんがつけてくださって、はい、はい、なんか繰り返すのがいいみたいな、なんか、はい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 、ダウンタウン、ジャル、はい、ジャル、はいはいはい、うちゃ、なんちゃみたいな感じで、はいはいはい、最初トンツカタン、トンツカタンっていう、はいはい、この2人がグループだったんですよ、はいはいはい、あ、なるほどなるほど、はいはいはい、で、僕が加入したことによって、はい、もう一つのトンツカタンがなくなって、はいはい、トンツカタンになったんです、はい、悪にしたんですね、はい、僕が減らしちゃったんです、ね、なるほどね、はい、そうなんですよ、元はそうなんだ、彼のお兄様が、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ただ茶道の方って誰が茶道されてるんですか。まあ、わかんないんですけども、はい、強いて言うなら、はい、彼名前がですね、はい、どうも、はじめまして。はじめまして。トンツカタンのお抹茶です。お抹茶にハマチェーン、ジェストミー。なんですかそれは。同じトーンで返してくる人初めてです。はい、すげえ。だいたい狼狽して引いちゃいたりするんですけど、はいはいはい、なんかもう来るぞっての分かってるぐらいの感じで、打ち合わせしたっけみたいになりましたよ。打ち合わせしてない。何？すごいっすよ。幼馴染とかじゃないですか。なんでそう今の。表明しやすいんで。あ、そうなんですか。すごいですね。表明できた、嬉しいですね。表明しやすいんですよ。こんな嬉しいことないでしょ。初めましたのに本当に嬉しいですね。本当に。お抹茶っていう芸名なんですよ。お抹茶さんだから茶道。はい、茶道ってことですかね。何でしょうか、わかりませんけど、ちょっとその辺はお茶を濁させてね、いただきます。なるほど、お茶が欲しいよね。何、何このコンビネーション。何ですかこれ。居場所見つけたな、お前。何ですか、お茶の場所。探してましたよ、ずっと。手越さんのお世話になろうぜ。お願いします。今後。嬉しい、こんなに合うんだ。そう、居場所見つけたってわけだ。初見とは思えない店舗。さすがすぎますね。いや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 。そうなんです、お抹茶っていう現象に。はいはいはい。3年前ぐらいに変えまして、もともと本名でやってたんですけど、はいはいはい、ただ別にそんなにお茶に詳しいだとか、はい、茶道の資格持ってるとかではないので、紹介の時我々は震えてたんですよ。、はい、そうね、我々でいいのかっていう。なるほど、お茶関係ないですもん、はい、名前っていうだけ。そうなんですよ。そうですよね、はい、なんでこう変えられたんですか、名前を。まあその、まあ、芸能界といえばやっぱそのいろんなやり残したことがあるなと思いまして、でそのうちの一つに芸名をやっぱつけた方がいいんじゃないかと思いまして、でそのたまたまですね、先輩に相談したら、その抹茶がいいんじゃないかって言われまして、でまあ抹茶ということで。なるほど、その、はい、たけしさん的な先輩がいるんですか。そうなんですよ、名名名付け親のみたいな、あの人力車の鬼ヶ島のアイアム野田さんっていう方なんですけども、その人につけてもらいまして、はい、で抹茶に一応あのお笑いから一文字、はいはい、あのもらいまして、うんうん、お抹茶ということになってます。あ、なるほどね、はい、え、そんな芸名に憧れてたって、お二人本名でやられてるじゃないですか。そうですね、はい、そうじゃないですか。それな、まあ、なんでその憧れがあるんですか。やっぱ芸能界たるもの芸名が なんか欲しいみたいな。いや、そうですね、もうなんか本当にこのまま、はい、そのなんでしょう、くすぶって死んでいくんだったら、はい、だったらもう芸名つけてやめてった方がいいんじゃないかということで、はい、なるほど。急にそんなパンクロックの精神出してないの。いきなりそんなに騙してろぜってことでお抹茶をつけさせていただいて。なるほどね、はい、新規一転したくて、はいはい、そうらしいんですけどね。えらいもんでお抹茶にしてからだいぶこう運気も上がって、はい、そうなんですよ、なんかすごい調子いいんですよ、はい、して、うん、まあ、若干あの花粉症でね、調子悪いんですけども、はいはい、元気に。花粉そんなっすよ、まだ。え、この入り口の花粉症のレベルで結構きつかったら、はい、もう多分来月死にますよ。花粉症で死因がもう本当に全然だもん、まだ。だって俺まだ、いや、そうっすね、僕も全然っす、ね、はい、直で来てるんですかね、僕の元に花粉が。だいぶ多分直ストレートで来てるんですよ。ストレートで僕だけ花粉の方がありますね、これ。そうなんですよ、結構きついですよ。あのトンツカタンさん、あ、まあ、森本さんと桜田さんということで、はい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 、お3人で、うん、で、ちなみにあの、うん、皆さんから見た手越さん、今日は初めて初めまして、はいはい、なんか印象って、ちなみに俺の印象、はい、手越さんの印象ってなんか
思います。僕はなんか底抜けに明るいスターって感じします、ね、なるほど、はい、やっぱあのお抹茶にそのノータイムで同調できるって相当すごいですよ